金景山岩手県西岩井郡平泉町にある山。本校で正述。宮城県登米市にある標高72メートルの山。群馬県富岡市にある標高856メートルの山。苗木山の一つ。金景山は岩手県西岩井郡平泉町にある山。国の史跡。2011年6月26日。平泉、仏国土を表す建築。 庭園及び考古学的遺跡群の構成資産の一つとして世界遺産に登録された。2014年3月18日には奥の細道の風景地の一つとして国の名称に指定された。中村寺と盲辻のほぼ中間に位置する都市平井泉の空間設計の基準となった信仰の山である。欧州藤原市三大秀平が宇治の平等院を模して建立した。 無料公園の西側に、一晩で気づかせたとの伝説が残る。名称は山頂に、有志一体の金の鳥を埋めたことにちなむと伝わる。標高は98.6メートル。三代の栄養一水のうちにして、大門の後は一里小なたにあり、秀平が、後は伝屋になりて、金継山のみ形を残す。松尾場所を奥の細道伝説の金継を求めて1930年に、 頂上付近が洞窟された際に、京塚であったことを示す、同性鏡筒や、陶器の壺、亀などが掘り出されている。2005年2月22日付で、国の史跡に指定された。麓には、藤原三代の遺廃、秀平の木造などが安置されている。千住堂、源義継祭司の墓と伝えられる、五輪島、平泉文化遺産センター、花立廃寺跡がある。 ありがとうございます。